全日本歌謡音楽祭はテレビ朝日及びテレビ朝日系列局の主催により開催された日本の音楽祭音楽番組である。公演は朝日新聞社。1975年10月あなたが選ぶ全日本歌謡音楽祭輝けゴールデングランプリと題し第1回受賞式がコンテスト形式で開催された。各賞は アンフルネット局の視聴者からの投票により授与された。同音楽祭のテーマ曲には小川博史教が担当。入賞者発表は東京会館赤坂プリンスホテルで決戦大会の会場は日劇郵便貯金ホール中野サンプラザ日本武道館であった。1985年からは審査員による審査方式へ変更になり、 全日本歌謡音楽祭と改題され、会場も武道館へと変更した。平成に入ると、音楽祭に対する考えの変化から、音楽賞に左右されない音楽活動を行うアーティストが増加、それに比例してノミネートを辞退するアーティストも増加していく。このため、日本歌謡大賞や、日本テレビ音楽祭、FNS 歌謡祭音楽大賞、メガロポリス歌謡祭など、 放送局主導による音楽祭の廃止が相次ぐ中、この全日本歌謡音楽祭も1990年で終了した。その後は1991年に夢の感謝祭ミュージックウェーブが放送され、1992年よりミュージックステーションスーパーライブに引き継がれた。1984年までのゴールデングランプリの発表形式は、 従来の司会者などの受賞者の読み上げではなく、コンピューターで発表。男性司会者が、コンピュータースイッチオン。とコールして、テレビ朝日のコンピューター室にいる、男性アナウンサーがボタンを押した後、グランプリノミネートの名前がすべて出た後、ゴールデングランプリの受賞者を発表された。第4回以前は不明美術、技術制作。ありがとうございます。